変態がいますね、いろいろね。そこ 見てください、この 絵柄がおかしいですよね、これね。で、あのニューヨーカーもおかしいな。ちょっと行ってみます。ねえ、ちょっと見てみましょうか。またすごいのいましたよ、すごいの。海の中だったら悪いやつですよね、これね。すげえな。こんにちは。すみません、オーナーの方。これニューヨーカー、これ何年ですか、これ。62年。これはでも、あ、売ろうとしてるわけですか。これ今ちなみにおいくらぐらいで売ろうとしてるわけですか。555万円。エンジンとか見せてもらっていいですか。オリジナルモーター409。おー、何もやってない。エアコンとか使える。エアコン使える。しかしよくこのさ、ワゴン、これでワゴン作ったよな。俺が、俺ワゴンの中で一番グロテスクっていい意味でね。すごいよな。今不具合なし。わあ、特にないですね。あ、そうか、これシフトか。これ使えてる。全部ほら、この子のやつはボタンなんですよね。だからちょっといいですか、これで。これで全部シフトが。間違いないですかね、たまにね。で、これバック入れるときはもうそのままバックにドンって入れちゃっていいんですか、これ。はい、俺これ乗ったことないな、このタイプ。変わったハンドルなんだなと思ったら、ただ剥き出してあるだけですね。割れちゃってんすね。これでもこの辺のさ、作りとかもう完全宇宙を意識してますよね。でもこれはね、やっぱりね、クライスラーとかね、クライスラー系のこのこういうことのやり方っていうのはもう独特だよね。他のメーカーにはないもんね。で、毎年来て、毎年この車いいなって車があるんですよ。それがまずこれなんですよ、これ。このキャンパー、このベッタベタので、これキャンピングカーでも車庫端にするとこんなにかっこよくなるんだっていう作り方で。でも実際はこれキャンプに乗ってた時にベタッと落とすから中揺れなくていいですよね。そうなんですよ。だからすごく、あの、長距離走ってもしっかりしてるし。そうですよね。疲れない。揺れない横に、ね、揺れないですよね。で、あとね、エクスプレス版とかはね、こんなにね、ベッタベタにね、する人いないですからね。なかなかね、これも相当、ちょっと結構いろいろやってありますよね。頑張ってます。はい。ね、エアサスですか。そうです。これエアサスはどこのメーカーですか。ファイヤーストーンのエアスプリングを使って。あ、エアバッグで。そうですね。はい、あと、まあ、ベルテックっていうところの軸、スピンドルっていうのを変えたり、はいはいはい、後ろの足回り、あの、リンクサスペンションは。ベルテックのスピンドルはフロントスピンドル。フロントに使ってます。ドロップスピンドル使って。そうですね。はい。で、後ろに落とすという。そうです。で、後ろに関してはもううちでオリジナルで作って、ボーリンクにして、はい。あと、まあ、パンハードバーっていうのを横の棒を入れて、はい、で、エアバッグは後ろにつけて。ぶれないように。そういうことですね。はい、やっぱね、よくできてます。これちょっとじゃあ実際にほら、この車、ゆきらチャンネルも車知ってる人ばっかりが見てるわけじゃないので、いわゆるエアサスで本当はどれぐらいの状態なのか、ノーマルなのか、ちょっと一回見せてもらいましょう。エア入ってます。いや、このかけなんです。さあ、このさ、かっこいいのはさ、まあ、余計なペイントがされてない、普通のもうノーマルのオリジナルみたいな、そこがいいね。このホイールとかも全部、これ狙ってない感じが狙ってていいね。終わりましたね。これは一番バックスですか。あ、じゃあもともとの状態が、そうか、ドロップスピンドルも入れてるし、そうか、もともとの状態で下げて、だからまあこれが、まあ、走る高さよりもちょっと高めぐらい。はい。あ、でもこれとこんなでも十分かっこいいですね。そうです。でもこの止めた時の迫力は半端じゃないね、これね。これやっぱり落ちるところがかっこいいんですよ。見てください。ちょっと落ちるところ、ね。ドア閉めましょう。で、前後一緒の方、前後一緒の方がいいですよ。
最高ですね。このね、やっぱハイドロでもローライダーでもこれでもそうなんですけど、その下がる時のがね最高なんですよね。やはりこの手のイベントに行くといろんなところにお友達がいます。日本のトップピンストライバーケンザフラットトップケンさんが、まあ、あのうちのお店も全部書いてます。はい、これ書いてあります。ケンさんなんか会うたびにでかくなってでかくなっていくような感じがするんですけどね。成長著しい、成長ですね、はい、どん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 でかくなってる感じで、今度現場で書いてくるんですか。はい、うん、やっております。一番カーショーらしくていいです、ね、素晴らしいですよね、これね。だってああやってこうあのペイントをこう筆のやつをこうやって指でこうやってやるじゃないですか。僕だったらこれやるときにこっちめったって触ってなんか台無しになってそうですもんね。なんかね、これもでも地元のこっちの地元の人のお仕事に使う、その本当のお仕事に使ってる車。トラッカーは、あ、これ、はい、ちゃんとじゃこれにちゃんと現場道具が積んであるってことですよね。スケートパークとかも作ってる。そうです、趣味がスケボーで、はあ、それが工事で基礎屋さんなんですか。本当は普段は住宅の基礎で、おー基本ですよ、はい、あ、じゃあちょっと出番のようなので行ってきますか。じゃあケンさんまた、はい。シェビー版のキッカーを作ってそれをレンタカーとして貸し出ししてる。え、ワナンバー、ちょっと中も見てみましょう。なるほどね。これはまだ使ってないのじゃん。いや、もう毎回使って毎回清掃入れてるんで。綺麗だね。あんまり使ってないみたいに。使用感がないとない方がいいかな。そうだよね。なんか嫌だもんね、不衛生な感じですね。そうなんですよ。ハンバーガーの後にスイーツ出すってなると油臭かったりする。あ、そっか。でもそれも大変だね。そうなんですよね。それにこれも可愛いですね。これスクールバスですよね。それを中をキッチン、あ、これもちょっと見せてもらいましょうよ。これ、え、これはスクールバスをキャンピングカーにしちゃってる。子供部屋にしました、ね、子供部屋、いいですか、見ても。こんにちは。おー、あ、かわいい、かわいいじゃん、これいい発想だね、これね。この大きさだったら苦にならないもんね。ああ、調子もいいですか、全然。はい、まあ、脂肪霊だからあまり困らないもんね、パーツとかエンジンパーツとかね、はい、なるほど。欲しくなりますね、これも1台ね。なんだかわかんないけど、そうですね、とりあえずね、なんか何かができますよね、これね、かわいいもん。あ、これもかっこいいな。おー、アストロショート、こんにちは。どうもどうも。今日は仕事してないの？今日はこれ自分の？めちゃくちゃいいじゃないですか。え、これ何年ですか？ 94 のショート。あと、よくありましたね。奥さんが乗ってるんですか？自分の。もう最高いいですね。飽きたら売ってください。飽きたら売ってください。いや、これめちゃくちゃレアですよね。これ色は塗ってるんだよね。多分純正なんですよ。でもオリジナルの色なんですよ、そうですね、これ。いや、いいですね、これね。これじゃあ後ろ開けてもいいですか？これだからもうこんだけ広いんですよ、ショートでも。もう十分ですよね、これね。いいわ、これ。64のこのサバーバンがいいなと思ってね。で、64好きだったらやっぱブレてなくて、オーナーさん20何年前ですか？もう25、6年前ですよね。ね、アメフェスにこれで出て、で僕がいいねって言ってたっていう。そうそうね。で、それからずっとその時はクリーム色、クリーム色ですね。
で、これも結構よくできてるんですよ。屋根の色とボディの色、あと内装とか、最高で。で、ほら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 。これ LS1? LS1 です。っていうことは、2005、6年ぐらいのエンジンかな。そうですかね。ね、コルベットの。まだ1万キロも走ってないよね。お、いいですね。じゃあもうエンジンミッションごと乗せ替えて。そうです。ミッションも変えて、はい、でデフも変えて。全部、足回りごと全部変えて。足回りもコイルオーバーに変えて。おお、だから本当いいですね。こう長年にわたって、いや、でもこれ、ボールペンする時も全部エンジン下ろしてやってるわけですよね。そうです、エンジン下ろして。お金かかってますね、これ。ちょっとね、予想外にかかりましたね。はい、でもいいですね。まあ、でもやったらやっただけね、よく。一緒に行きますからね。車のお仕事ですか？いや、違います。建築業ですね。ちゃんと趣味で。そうですね、趣味で。家族に反対するとかされないですか？もう、事後報告。えらい。全て。その通りです。でもね、嬉しいな、この一台の車。俺はずっとあんまり一台の車長く乗らないんで、こうやってね、一台の車長く乗る人はね、こうね、羨ましいとか、えらいと。すごい。だから僕はもう一つのものを大事にしたのは奥さんだけですから。ああ、あれ私と一緒ですね。あ、そうですね。